自分の力で新しく見つけるんだ。友達も恋も。とはいえ私クラスで浮いてるんだよな。原因は分かってる。転校早々クラスの女子にぶち切れたからだ。いいから帰って、学校に連絡するよ。ホタルちゃんもまた仕事に行っちゃったし、やっぱりまずは友達だ。何か話すきっかけを。見てこれ、めっちゃ可愛くない？また猫の動画。ほんと猫好きだよね。もう飼っちゃえば。でも親が苦手だからさ。今度猫カフェ行こうよ。いいね。一人で何キョドってんだよ。別にキョドってなんか。キョドってるというか、10分くらい変なポーズで固まってたよね。何の遊び？もっとクラスの人と馴染みたいと思って。すごい、えらいよエナちゃん。トーマとホタルには絶対ない発想だよ、それ。感動した。だったらさ、今度クラスのみんな集めて遊ぼうよ。俺が声かけるからさ。いいの？オッケーオッケー、任せてよ。男子も呼んでいい？それはむしろよろしくお願いします。朝から変なこと言い出したと思ったらこういうことか。つまり友達がもっと欲しいんだろ。だったら女子だけでいいじゃん、男は必要ない。男友達だって欲しいよ。ニチカがいるじゃん。友達だけじゃなくて彼氏だって欲しいもん。あ、エナ、後ろ後ろ。え、何？こんな簡単に騙されるお子様は彼氏なんてまだ早いんじゃない？あなたは小学生か、バカじゃないの？子供の人のレベルに合わせたんだよ。どっちが子供だよ、もういいよ。いやー、なんかびっくりしちゃった。予想以上に仲良くしてんなーとは思ってたけど、ここまでとは。は？大好きなんだね、エナちゃんのことって話。あんなトーマ初めて見たもん。